たんだろう。太陽等の異物感はすごいですよね。まあ、彫刻なのか建築なのか美術なのかよくわからないものですよね。で、私は大変進歩に疑問を持っている。島内には生命の木、血管の形と同じだ。地下を過去の世界、命を作っている物質たちから物語を始めたわけです。アースの神話と太陽の塔っていうのは、まあ、ほぼ同時進行で作られていて、その縄文土器を見てですね、これは何だと言って叫ぶわけですね。メッセージが古びないだけの観念度があって、裏側にあの顔があったのかやべえなって。過去と現在と未来、あの塔に全てがこう含まれている。壊せなかったんですよ、太陽の塔。科学技術の発展っていうものに対して、それを上回っていくビジョンっていうのを作り出せるのはアーティストだけだっていう、とんでもない考えを岡本さん持ったんだと。意味っていうのをあの時代の人たちは全く理解できなかったと思います。で、我々が理解できてるかというと、多分まだ理解できてないと思います。